おや、大きなあくびだね。朝が随分早かったんじゃないのかい？ま、そんなとこだよ。緊張が解けて、雨の音を聞いてるうちに眠くなってきちまった。緊張？あんだけ態度でかそうにしてて、緊張なんてしてたのかよ。一応、俺なりにはな。おやおや、食事の後にすぐ横になるとサバになると申しますよ。冗談よせ、ゴーダさん、今夜は子牛のステーキだって言ってたぜ。サバのステーキになっちまう。熊沢さん、こいつ本当に眠いらしい。毛布を持ってきてあげてくれないかな。さあどうぞ。本当に眠かったんだね。何時かに起きる？起こしてあげるよ。あ、いや、特に希望は。なんか用があったら起こしてくれりゃいいし、何にもねえんならずっと眠らせてくれりゃいいぜ。おやすみ。おお、バトラン寝ちゃうの？お昼寝、お昼寝。マリアもする。こら、マリア、バトラは眠いんだから放っておいてあげなきゃ。熊沢さん、もう一枚毛布をもらえるかな。チッ、せっかく6年ぶりにいとこがみんな揃ったってのによ。こいつ、今回の親族会議の主賓だって自覚全然ねえな。聞こえてるぞ。のんびり昼飯を食って、しかも外は台風で雨。何もすることがねえってことは、つまり、俺の出番じゃねえってことさ。それはどうかな。何も起こらないから、何もしない、なんて受け身の姿勢じゃ、人生は退屈だよ。違うぜ。そういう意味じゃない。なんつーのかな。こういう時、俺はこう思うことにしてる。出番じゃねえんだよ。こいつがお芝居だったならさ、俺の出番じゃねえってことなんだよ。だったら舞台袖でおとなしくしてるに限るってわけさ。自分の人生はいつだって自分が主人公だろ。そんな脇役根性でどうすんだよ。自分から進んで舞台に上がらなきゃ。そういう意味じゃねえ。今は俺の出番じゃねえって言いたいのさ。悪いな。眠くて思考がめちゃくちゃだ。勘弁してくれ。確かに、眠くてなんだか支離滅裂なことを言ってるね。もうそっとしてあげようよ。私は聞き捨てならねえぜ。自分の人生はいつだって自分が主人公だよ。ちょっとそのあたり、本格的にバトラと議論したいけどな。寝ぼけてるだけだよ。深く考えちゃダメさ。なんかさ、自分は主役になれないから舞台に上がりたくないみたいな根性、なぜだか、すっげえうぜえって思って。まだ君の出番じゃなかったってことなのか。じゃあいつ君は舞台に上がるんだよ。
もうやりたい放題じゃねえかよ。なんだこりゃよ。めちゃくちゃじゃねえか。そなたがわらわを否定する根拠とする18人だの19人だのという理論が実に滑稽だったのでな。差し手を変えてみたまでよ。そなたがわらわを否定する最大の根拠は単にわらわが駒としてゲーム盤に並ばなかったからというだけのこと。ならばこうしてクイーンを先に刺せばいいだけの話ではないか。初手にてクイーンに道を開けるわ。チェスの王道ではないか。ふざけやがって。こんなの認められるわけねえじゃねえかよ。魔女が歩いて玄関からやってきただと。ふざけるじゃねえ。なんだなんだ、前回のゲームではそなたに散々自由に手を進めさせたぞ。こたびはわらわがそなたの手に合わせて駒を動かしたにすぎん。初手にてもう降参か。けるな。誰が降参なんかするかってんだ。上等な指し手だぜ。好きに進めればいいじゃねえか。なるほどな。まだまだお前の手番は終わってないってわけだ。好きに手を進めりゃいい。今のうちに十分な陣形を築いとけ。俺が必ずしのぐ、必ず詰める。言い訳なんてされたくねえ。存分に来やがれってんだ。まだまだこの程度じゃ魔女なんて認められるわけがねえぜ。そうさ、さっきマリアのお菓子を魔法で直したように見えたが、実は同じお菓子をもう一つ懐に忍ばせていて、芝居がかった方法ですり替えて、あたかも魔法で直したみたいに見せただけかもしれない。ああ、そうさ、そうに決まってる。ダメだぜ、全然ダメだぜ。ほほう、ローザは菓子が蝶に散る瞬間を見たぞ。知らねえよ。そんなのは幻覚か手品か。さもなきゃ見間違いだろ。大した問題じゃねえ。説明のつかぬ部分はさまつと切り捨てたか。なるほど、それがそなたの受け手であるな。墓穴を掘ったぞ、後ろ宮バトラー。お前の手番はまだ先だぞ。もうしばらくわらわの手番を進めさせてもらう。まだまだこれからだぞ、魔女の手番は。いや、そんな人間には一度も会ったことはないぜ、兄貴は。会ったことなんてないわ、キリエさん。本当なの？私もちょっと玄関ホールに出た時に挨拶をしただけです。20歳ちょっとくらいに見えたわ。私は名乗ったんだけど、彼女は名乗らなかった。源氏さんに案内されて2階へ登っていくのを見たの。なら源氏さんを見つけて直接話を聞いた方が早いやろ。しかし妙な雲行きになってきよったな。そいつは自分が肖像画の魔女様だと、そう言いたいってのかよ。私はそういう意味で笑ったんだろうと理解したわ。私とは初対面でも、私があなたの後妻だと知っているような口ぶりだった。姉貴、本当にそんな奴は知らないんだね。
くどいわよ、そんな金髪女。この屋敷に出入りしたところなんて見たこともない。そんなようなことはどうでもええで、問題はその女が自分はベアトリーチェだと名乗り、お父さんの財産管理人を名乗った場合の方や。あるいは愛人の娘を自称して遺産の分配を要求するつもりかしら。いずれにせよとんでもないジョーカーが紛れ込んだものね。兄さんが呼んだの？それともお父様が？まずい、俺たちは兄貴をうまく言いくるめりゃなんとかできるものと思ってきた。しかしこれじゃ話が振り出しに戻っちまった、あなたが私の知らないところでどんな策謀を巡らしてたのか知らないけれど、どうも少しは対策を立てる時間を得られたみたいね。ああ、その金髪姉ちゃんが晩飯の席で突然現れて俺らの度肝を抜くのに比べたら、今からわずかの時間でも対策を協議できる方がマシだ。何しに現れたかわからへん以上、打てる対策も限られとるで。向こうの狙いは何なんや？決まってるでしょ、お父様の遺産の正当な後継者だと言い張るためよ。お父様は未だにベアトリーチェの虜なのよ。その娘がいたなら全財産を譲りたいと言い出すはずだわ。妙な遺言状でも突きつけてくるかもしれない。そりゃ裁判沙汰にすれば半分の4分の1は主張できるかもしれないけど、多分決着するまで遺産分割はできなくなるわよ。それは困る。私もルドルフも、もちろんローザもね。俺たちはそれぞれの都合で早急にまとまった金がいる。俺たち最大のウィークポイントってわけだ。なら狙いは何だ、キリエ？読めるか？初耳なんだけれど、私たちには急ぎまとまったお金が必要だという前提があるのね。うん、キリエさん、男の商売には攻めの時にこそ軍資金がいるようになることもあるんや。それを分かってな。なーに、ルドルフ、キリエさんには話してなかったの？隠してたわけじゃないんだ。実はちょいとした。いいわ、あなたが私に話す必要がないと判断した話なんだから、それをこの場では追及しない。それよりキュームは黄金の魔女様の狙いを探ることなんでしょ？ああ、俺たちの話を整理した上で敵の打ってくる手が見えるか。今日の今日まで彼女が訪れることが伏せられていた以上、彼女は私たちに何らかのサプライズを与える目的があった。それが財産なのか親族としての認知なのかは分かりかねるわ。でも今日の今日まで訪れることを伏せていたということは、事前に知らせることで対応を打たれたくなかったと言えるかもしれない。ということは彼女の目的は対応を打たれると不利になるものらしい。わかる？なるほどね。例えば親父が以前に書かせた遺言状そのものだとか、血縁の認知とそれを証明できるものだとか、そういうものを持ってきたと仮定して、それが揺るぎないもので盤石な証拠だと言うなら、むしろそれは予告するはずだろうよ。そうね、むしろ疑う立場にある私たちに弁護士でも鑑定士でも連れてこさせて、ぐうの音も出ないくらいに事実を突きつけるべきなのよ。それができるならね。つまり奇襲狙いという時点で敵は真正面からの正攻法では勝てんちゅうことを意味するわけやな。どうりや絶対勝てる切り札は堂々と切るに限るで、回りくどい切り方はむしろ切り札を曇らせるもんや。結論から言うと、皆さんがご就寝の遺産問題に直接もしくは間接的に絡む相当のサプライズが突きつけられると予想されるわね。おそらく向こうはそのインパクトだけでこちらを圧倒できるつもりでいる。
しかしその何かは相当のインパクトを伴いながらも絶対ではない。つまりそこがこちらのつけ込む余地というわけね。あんたはほんま頭の切れるお人や。これだけでも分かればだいぶ心強いで。つまり相手のペースに飲み込まれるなっちゅうことやな。結局のところ非常にシンプルな結論よ。相手が何を切り出そうとも焦らず冷静に対応する、交渉術の初歩の初歩じゃない。これじゃあ相手の思考を読めたとはとても言えないわ。いや、相変わらずなかなかのもんだぜ。こちらに攻める余地があると分かれば余裕も変わってくるってもんだ。分からないのは彼女とクラウス兄さんの関係ね。クラウス兄さんにとってもサプライズなのか、それとも彼女を呼んだのは他でもないクラウス兄さん自身なのか。もし後者だったなら随分と厄介なことになるかもしれないわよ。そうね、謎の女を親族会議の当日にこっそり呼びつける、いやらしいセンスがどことなく兄さんっぽい感じもする。姉貴、こうしよう。女の正体がはっきりと証明できない限り俺らはその女のいかなる身分も認めない。それが最善ね。現にキリエさんに対して名乗ってすらいない正体不明の女の発言で私たちの会員がかき回されちゃたまらないわ。血縁証明でも示してみせるかもしれんで、お父さんの血が流れてることが例えば母子手帳でも示されたらどうにもならん。証明物なんかいくらでも偽装を疑える。仮にそれが本物だったとしても当人が本人だと証明するには病院沙汰にしなきゃならん。少なくとも今の六軒島でそれを証明することは不可能だ。その通りね。つまりこういうことよ。今の六軒島では何が示されても真実だと受け入れることはできない。台風が去って然るべき場所で証明してみせるまで何も信じられないってことよ。そういうので揚げ足を取りまくるのは姉貴の得意技だな。任せるぜ。バカ言ってんじゃないわよ。あんたも協力するのよ。私たちにはお金がいる。それも急ぎ、まとまった額が。私たちは運命共同体よ。こんなところでひょっこり現れた謎の女に遺産の当てをぶち壊されてたまるもんですか。